王女様、指輪の話を聞きました。ワーグナーはかつて王ダイン様が戦って決着がつかなかった恐ろしい竜、王ですら勝てないものを誰が倒せるというのでしょう。魔女め、王の慈悲で生かされながら恩をあだで返すなんて、決勝炉の戦いで行かれたグリゼルダ様のためにも許せない。ブリガン将軍が処罰なさるわ。先ほど魔女を引き立ててホルン山へと出立された。グエンドリン様、いずれエリオンで大戦が始まりますぞ。王が予言された最後の戦いが、コルドロンは不可欠なのです。戦いに勝ち残り大陸全土を制覇するには。お顔が真っ青ですわ。ご気分が優れないのではありませんか、グエンドリン様。皆さん、ホルン山に行くんですか。あんな寒いところじゃ凍えちまいますぜ。体が温まる薬を買っていかなくちゃ。お父様、あの人、ベルベットという人はお父様にとってそんなに特別なのですか。あの子は愛しかった王女に生き写しだ。また失うのか。グエンドリン、下がれ。わしの苦しむ様を見るではない。お母様や姉様は王のために尽くされたのに、あのような言葉をいただいたことは一度だって。放っておけば彼女は処刑される。そうなれば王の娘はもうあなた一人、寵愛もあなたのもとへと移る。そうね、このまま彼女がいなくなれば。けれどお父様はもっと苦しむわ。あの人が救われなければ、あなたを顧みもしない人のためにあの女を救い出そうというの。行けば反逆罪、この王城にはもういられない。それでも行くというの。救いようのない、自ら選んで処刑台の階段を登っていくなんて。Hey!
じめまして、魔王の国のワルキューレさんですね。僕の名前はモーリー、旅するプーカの出張料理人でございます。おや、それは僕が集めている料理レシピではありませんか？レシピと食材を僕に預けてくだされば、腕によりをかけて調理いたしますよ。新しいレシピをお持ちですね。ぜひ僕にお任せください。さあ、ご注文はいかがなさいますか？かしこまりました。どうぞお召し上がりください。ありがとうございました。さあ、かしこまりました。以上でよろしいですか？またのご用命お待ちしております。お任せあれ。他にご注文はございますか？ありがとうございました。あんたこの山で遭難しかかってるんじゃないのかい？ちょっと根は張るが、アイテムを売ってやってもいいぜ。
ちょっと寝は。
Hey!
トロールどもから逃げれたと思ったら、今度は魔王の女戦士さんだ。命を取る気がねえなら、なんか買ってくかい？お待たせいたしました。はい、お任せあれ。以上でよろしいですか？困りました。どん。以上でよろしいですか？またのご用命お待ちしております。
いないようだな。この女の言うように本当にここにワーグナーがいるのか探してこい。全員行け。留守で幸い。どちらにせよ竜などと会う気はないがな。お前の命など捧げたところで竜がおとなしく宝を出すはずもあるまい。かえってこちらの命が危ういというもの。何をする気？ここでお前は竜に殺された、そういうことになるのだ。このブリガン様のために。どうした？逃げなさい、早く。死にたくなければ行くのです。グエンドリン、バカなことしたものだな。ただ結晶論のことで許せないというだけではないな。なぜ彼女の死をそれほど望むのだ？聞きたいか？あの女が死んだ後、魔女が王の娘だったと国中に教えてやるのさ。敵との間に子を設けた挙句、その子を殺した忌まわしい王だとな。王にふさわしいのが誰なのか、民も考え直すだろうよ。王に重用される戦士にこのような下卑な男がいようとは。まずお前と遊んだ後にあの女を再び捕まえて生贄だ。命乞いをしてみろ。新たな王の寵姫として生かしてやらんでもないぞ。わしに逆らい重心の命を奪うとは
王女といえど厳罰は免れん。そうでなければ臣民に示しがつかぬ。震えているわね。後悔しているの？申し開きはありません。覚悟の上でのことです。どのような罰でも甘んじてお受けいたします。反逆のワルキューレよ、すでに与える刑はしきたりで決まっておる。これから眠りの魔法がお前を闇へと連れ去るだろう。次に目覚めるとき、お前の心は行きずりの男のものとなる。お前を征服するその男に誇りと名誉を奪われ、生涯仕えながら子を産み、そして老いてゆくのだ。構いません。お父様を苦しみから救えたのなら。ほう、早まったことを。お前も私の大事な娘であることに違いはないのに。それこそ私が待ち望んだ言葉です。お父様。そうでした。私はもうワルキューレではない。またあの時の夢を見ていたのね。